はい、えー、ガリュウです。えー、今日はですね、画面の構成というかですね、アスペクト比がいつもとちょっと違うんですけども、えー、なんでこんな風にしてるかというとですね、ちょっとアプリの説明とはいえですよ、アプリもこれ、釣りやってる人ならもうあまりにも普通に使ってて当たり前のアプリなんですけども、 ウィンディっていうもう本当に紙アプリ、えー、無料で使えるアプリがあるんですけども、それを、まあ僕の友人3人はですね、ちゃんとスマホに入っているにもかかわらず、全く使いこなせていないという現状にですね、えー、私が終止符を打つために動画を作っております。まあ私の友人のために作っている動画なんですけども、はい、すいません。ウィンディを使いこなせている方も全くこの動画見る必要ないんですけども、えー まあなんだそれっていう方とかですね。まあ入ってるけどうまく使いこなせてないよっていう方はですね。もしかしたらこの動画は参考になるかもしれませんのでぜひ見てください。ということで、ウィンディー。あらゆる天気の情報をですね、視覚的にグラフィカルに表現してくれるという素晴らしい紙アプリでございます。まずはクリックしてみます。まずは軌道で現れる画面は日本地図そのまま現れるんですが、まあ GPS 信号を拾った今僕がいる 場所を画面の中心に表示しています。で、左上には私の住所。住所というか、いる場所ですね。それから、摂氏32度ですね。風の向きと天気、風の強さ。そして、向こう3日間の天気予報と風の予報が左上に表示されます。そして、下側にはですね、こういう時系列バーがあってですね、このオレンジのバーをスライドさせるとですね、この後の予報が表示されます。このように。 台風通過するんですね、今週。え、もう一発来るんですね。怖っ。<laughs> あと画面をですね、えピンチという、こういう広げる動作をすると画面がどん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 拡大されていきますけども、ある倍率まで来ると地図に切り替わります。まあ、どんなに拡大しても移動してもですね、ここのホームボタンを押せば最初に出た、あの自分中心の地図に戻ります。 右側のメニューの説明をすると、ホームボタンの下は気象レーダーと衛星。気象レーダーを選択すると、レーダー画面が。そして、えー、衛星を押すと、衛星写真がそのまま表示されるということになります。まあ、さらにですね、この3本のメニューバーを押しますと、このような画面が出てきます。まあ、この一番上ですね、えーと、ログインと書かれているところをクリックしますと、 まあ、ログイン画面、もしくは登録されてない方は登録を流す画面が出てきます。えー、これしなくても、ほぼすべ、えー、ての機能は使えるんですけども、できれば後で説明しますけども、ここは登録しておいた方がいいです。はい。後で説明しますね。そしてログインの下、設定というところをクリックすると、左側にこのような画面が出てきます。 赤い枠内はですね、単位の設定です。フィートなのかメーターなのか、歌詞なのか、摂詞なのか、そういう感じです。まあ、その下にはですね、風のアニメーションという項目がありますけども、まあ、普通はこのデフォルトの状態で、まあ見やすいと思うんですけども、まあ、もしこれではちょっと物足りないっていう方はですね、 その隣をクリックしていただければ、こういう風なレバーがいっぱい出てきますので、えー、このバーをスライドさせて、もっとダイナミックに変化させることができます。まあ、こうなったらもうほとんど流しそうめんみたいでもう何が何だかわかんないんで、まあ基本的にはですね、えー、普通のデフォルト状態が一番見やすいんじゃないかなと僕は思いますね。 まあその下にはつらつらとですね、読めばわかるような項目がいっぱい並んでいますけども、これはまあ自分が使いやすいように設定していただければ大丈夫だと思います。まあさらにその下ですね、背景マップを変更っていう項目がありますけども、これは何かと言いますと、さっきあの地図をピンチでどんどん大きくする作業をしましたけども、ある倍率になると地図に このアプリは切り替わるんですが、この地図を見せるときにですね、こういうマップ形式がいいのか、もしくは航空写真がいいのかということで切り替えることができます。まあ、ここら辺 Google マップとか使っている方はまあ大体わかると思うんですけども、まあ、精度としては、まあ、車がはっきり確認できる程度まで綺麗に見れますんでね、えー、航空写真の方がいいってい方はこれに切り替えていただければいいんですけども、 風のグラフィックは全然マップの方が見やすいんでですね。ほら。まあ僕はマップで使った方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。そしてまたメニューバーに戻りますけども。まあ上から気象レーダー、衛星、風、雨、雷、雷,雷雨、気温、雲、波、うねり、海水温、海流、気圧と。これ実は僕が見たいものだけをここに表示させてるんですね。これどのようにするかと言いますと、 このその他のレイヤーというところをクリックします。すると、このアプリで表示できるすべての項目がここに出てくるんですね。まあ、ここのオンオフでメインメニューに表示させるかさせないかを決めます。気象レーダー、衛星、風、最大瞬間風速、冷積風量、雨、雷、冷積雨量、新雪、積雪品、降量タイプ、内雨、気温、露天、えー、と湿度、

何かというと地図上にですね、等線というか等圧線とかあるじゃないですか。それを表示するものですね。えー、僕はここは気圧をチョイスして、こんな感じで表示させています。そしてそのさらに下ですね、エキスパートモードというのは、例えばこれは波のカテゴリーの中に、デフォルト状態ではうねりと海水温と海流が入っているわけですけども、これをエキスパートモードにすると、 まあ、うねりと海水温と海流が上に上がってですね、一つのメニューとして表示されますね。僕はこっちの方が使いやすいんでですね。これはまあ、皆さん好みでしょうけど僕はエキスパートモードにしています。まあ、こからは、あの、実際の使い方なんですけども、最もこれがオソドックスな使い方だろうなというのは、やっぱ風裏を探すっていうのがウィンディはものすごく便利なんですよね。まず、ポンとタップしていただくと、このような表示が出ます。 まあ現在地、北風6メートルということで、ちょっとこれはしんどいというときにはですね、この白い、ここですね、ここをぐっと押さえたまま地図上移動してあげると、例えばここに移動してあげると、ここは2メートルしか風吹いてないぞというのがわかるわけですね。僕の肌感覚ですが、6メートルのところから2メートルのところに移動したときには、やっぱその通り風は弱まっている場合が多いです。 ま、風だけじゃなくてですね。ま、あの、気温であるとか、雨であるとか、いうのもこのメニューをクリックしていただくと、そのピンポイントの数値がこのように表示されますので、風だけではなくて雨や雷、それから気温とか、快適な場所を探し出すことがこれでできます。ま、ショアだけではなくてオフショアでもすごく便利ですね。うねりを今選択してるんですけども、 その状態で、このオレンジの部分、クリックしていただくと、このような表記に変わります。これっていうのは風の向きと強さですね。それとうねりと二次的なうねりの強さと周期がこれ一目瞭然でわかるようになってるんですね。まあ、このように、えっと、同じようにですね、場所を移動すると、この三つの矢印。 強さも変わるということで、えー、うねりの弱いところを探す、風当たりの弱いところを探すっていうのにも便利ですね。まあ、さらに時系列で見ることもできます。これから、えー、これは予報ですけども、これから波の動き、うねりの動き、強さ、えー、これからどのように変化するのかっていうのはこのスライドさせることで確認することができます。それとこれは友人に言われたんですけども、ウィンディーって イドグラフ分かんないじゃないですかって言われたんですけども、分かります。えー、ある程度は分かります。えー、メニューの下にですね、地図で表示っていうところがあるんですけども、ここ、まあ、例えば粒子アニメーションを消したりとかですね、この等圧線を消してみたりとかいうことができるんですが、えー、これをずっと下の方行きますと、えー、調積予報っていうのがあります。そこをま、クリックしていただいて、 はい。えー、するとこういう感じで、ポツポツポツって、あの、海岸線に沿って点が出ます。えー、これ、まあ多分、あの、潮見表と同じものがここで表示されてると思うんですよね。で、この、え一つの点をですね、クリックするとこのように、満潮が何時、干潮が何時っていうのは出るようになってます。ただ、そんなのめんどくせえよと、えー、一目でわかるようになんないから、やっぱり、 タイドグラフいるわ、みたいな感じのことを、えー、っと、友人が言ってたんですけども、このアイコン自体がですね、そのタイドグラフというか、今、上潮、南部なのか、満潮なのか、干潮なのかっていうのが、えー、このアイコンだけでわかるようになってるんですよね。まあ、例えばこの大分市を見ていただいて、今、これ時、時計が動いてるんですけども、L から H、H から L。L が干潮、H が満潮なんですよね。えー、矢印上が上げ潮、下が下げ潮です。で、色によって、その震度具合がわかるようになってます。まあ、大潮なのか、中潮なのか、小潮なのか、とかいう表記はないんですけども、今この場所が上げ南部なのか、えー、満潮ほど近いのか、ぐらいのことははっきりわかるのですね。 えー、十分じゃないか。僕なんかもうそんなに真剣に態度表見ないんでですね。えー、このアイコンだけあれば十分じゃないかなと思っています。まあ、冒頭言いました。ログイン登録しておくと便利な機能っていうのはですね。えー、アラート機能なんですよね。えー、と、このアラート機能がすごくよくできていてですね。まあ、ちょっととりあえず、えー、どこでもいいので、 どこでもいいというか、まあ、お気に入りにしたいところの場所ですね。そこをタップしてもらって、オレンジの下印を押しますと、こんな感じで検索窓が出てきます。今、岡垣町と出てますが、この隣のハートマークを押すと、お気に入りに追加、えー、このスポットのアラートというのが表示されます。このスポットのアラートを押しますと、このような画面になりますね。まあ、とりあえず自分のマイスポットですので、適当に名前を付けますね。 えー、激エソスポットと。<laughs> まあ、名前何でもいいんですけど。<laughs> まあ、アラートって何のアラートかと言いますとですね、これ、自分が設定した気象条件がですね、えー、ある程度続く予報が出た時にメールで知らせてくれるんですよね。まあ、例えば風ですよね。僕の場合やっぱ当然、誰でもそうでしょうけども、風のない時にしたいということで、0から3メートル。あと強さだけじゃなくて方向も指定できるんですよね。 北風だと釣りにならないので、南側から吹く風と。あと、まあ、この状態がどれぐらい続くのかと。3時間、6時間、9時間と設定できますんで、まあ、例えば6時間と。で、僕は1日で釣りができる時間帯ですよね。まあ、せいぜい僕の場合は朝の6時から夕方の6時ぐらいが、ま、精一杯だろうと思いますので設定します。あと、ま、行ける曜日ですね。まあ、例えば週末。 え土日しか行けないという方はそういう設定をしておくと、それに当てはまらない日は、まあメールが来ません。はい。ということで、その設定をします。さらにですね、えと、波であるとかですね、雨であるとか、まあ雨も当然降らない方がいいわけで、まあ、降っても構わないよっていう人は、まあここ設定しなければいいわけでですね。はい。設定できます。 で、まあ、雪ですね。まあ、僕らの住んでるところ、は九州なんで全く問題ないと思うんですけども、設定できます。あと、気温ですね。これはもう結構僕の場合は重要で、まあ、できれば気持ちのいい、気候のいい時に行きたいもんですから、まあ、せいぜいどうですか ?14 度から26度ぐらいがいいんじゃないかと。まあ、レジャーですんでね。 まあ体に優しい時に行きたいなという設定をして、まあ OK にしておくと、この指定したメールアドレスにですね、指定した条件が、まあ、ある一定期間続くという予報が出た時にですね、メールが届くんです。まあメールの内容こんな感じですね。Hi, buddy, big day, アー激エソスポット is coming. すごいっすね。<laughs> なんかテンション上がります。激エソでもテンションが上がってきますよね。 はい。ということで、今日は友人のために作ったんですけども、まあ視聴者さんもですね、なんか一つでも知らなかったことが、え一、ー、つでも紹介できたら僕は良かったかなと思っています。ということで、今日はここまでです。ありがとうございました。にしてもこれ台風やばくないですか今度の。ねえ。これ根性の別れになりませんかねこの動画が。やばいっすね、これね。いや 本当これ。